どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。平成最後の1月から6月が終わって、今7月も中旬になってます。で、なんか掃除したいなと思いまして最近掃除をサボり気味だったのでちょっとやらなきゃなと思っていたんですけど、せっかくやるなら2017年のその上半期分の汚れをも一緒に落としてしまおうということで、今回はやっていこうと思います。ちなみにこの動画はまあ掃除動画ということで、おの部分もたびたび出てくると思います。それがちょっと見たくないですって思っている方はブラウザバックして他の動画をお楽しみください。ちなみにこれは100均で買ってきたタオルです。お風呂から出た時にこうやって体を拭くタオルなんですけども、今回はこれを使って掃除をしていきます。こうやってハサミで適度な長さを切りますと、そうするとこうやって雑巾になるんです。こうやってカットした断面図からポロポロとあの糸くずがこぼれちゃったりっていうデメリットみたいなのはあるんですけど、ただこれでもう真っ黒になるまで掃除をするので、それをまあこれだけの回数使えるということで、なので100均で雑巾を買うより100均でタオルを買ってこうやって切って使っていった方が結構お得感があるんじゃないかなというふうに思います。じゃあまずは上からやっていきたいので、このスペースを掃除していきたいと思います。まあ掃除って言っても別に汚れているわけではないので、水拭きでホコリを拭き取るっていう感じです。はい、行きましょう。画面越しじゃ分かんないですね。続いてこのエアコンを掃除していきたいと思います。おお、結構汚れてます。まあ汚れてるって言ってもホコリですけど、あやっぱ結構ホコリが、ちょっと画面じゃ見づらいですけど結構ホコリがたかってます。よし、かなり綺麗になりました。まあ完璧じゃないですけど、うん、だいぶ綺麗になったんで気持ちいいです。今のこことあとここの2箇所やっただけでもう雑巾が結構汚れてます。そう、どんだけ埃溜まってたんだって感じですけど気持ちいいです。うわー、すげえすげえ汚ね。お次はこちらなんですけども、この冷蔵庫のこの上の部分に、なんとなく分かりますか、このカビが結構点々と生えてきてしまっています。なのでこのカビをちょっと取り除きます。カビに関してはこの専門家を使っていきたいと思います。とりあえず伸ばしてこの状態で放置します。続いてこのキッチンの部分をやっていきたいと思います。まあまずはこういったところから洗っていきましょう。まあなんかしつこい汚れとかっていうのは特にないので、だいたいこうやって水拭きすれば汚れは落ちてしまいます。まあキッチンで油料理とかやったらまたちょっと汚れ方とか掃除の仕方とかレベルがまた上がるかなというふうに思うんですけど、僕の場合は基本的に煮たり染めらしかしないので、はい、はい、まあこのサイドの部分はそんなに汚れてなかったんで良かったです。
石鹸を少量持ってきました。シンクもかなり綺麗になりました。いや、この時点で雑巾がかなり汚れてしまったので新しいやつ用意しましょう。ポロポロしちゃうのでこういうところで切るとちょうどいいんです。続いて冷蔵庫の中身を掃除していきたいと思います。なぜかこういう汚れとかもあるんで、これもしっかり落としていきましょう。画像ではちょっと伝わりにくいんですけど、でもかなり綺麗になりました。次はキッチンの下にあるこの食材スペースを掃除していきたいと思います。よし、OK。机スペースはいつも掃除しているので大丈夫でしょう。続いてこちらのここです。このお手洗い、これを掃除していきたいと思います。先のこの部分をちょっと掃除していきたいと思います。続いてこのクローゼットの下にあるこのスペースです。普段はああいった仕事道具をこのスペースの中に入れてるんですけど、この下が結構汚れてます。あー、かなり綺麗になりました。やっぱ画像じゃちょっと伝わりにくいですね。はい、いやー、大体その主要な半年分の汚れっていうのは落としたかなというふうに思うので、あとはこの床ですね、最後は床をやって終わろうと思います。ついた汚れを取っていきます。靴を磨くのはまた別なんですけど、靴の底とかについた汚れを取っていくっていうイメージですね。その靴磨きはまた別でやろうと思います。はい、サンダルもやります。で、最後にこのボロ雑巾で玄関を拭いて終了です。はい、ということで以上です。もうちょっと細かいところやっていたりはしたんですけど、ただその絵的にちょっと全くつまらない絵になっちゃったので、そこは割愛しながらやらせてもらいました。
そうで、本当はこの後になんかだいぶ汚れてるなっていう感じがするので、この財布もちょっとお手入れしようっていうことをやろうと思ってたんですけど、まあ、ちょっと仕事で意味は出ないきゃいけないので、ちょっと今回はこの辺で終了させていただこうと思います。まあ、ただあと10分15分くらいは時間があるので、ちょっとこう腹ごしらえをしていこうと思います。はい、セット完了しましたのでスイッチオン。なんか若干シャーベット状なんですけど、それではいただきます。うん、まだ結構ジャリジャリしてます。あー、混ぜ足りなかったな。うん、いやー、リンゴをミキサーでかけるときはなんかちょっと工夫が必要みたいですね。うん、うまっ。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、物が少ないっていうのと、これだけ部屋が狭いので、こうがっつり掃除しようと思ったら、まあ、ほぼほぼ大掃除に近い状態になるっていう感じでした。もし今回のお話がちょっとでも面白かったで参考になりました、お掃除をした気分になってスッキリしましたって思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。